だっつー。みんな黙って飲んでてつまんないよ。ねえ騒ごうよ、騒ごうよ。あ騒がねえよ。また女に振られたのか。うるせえ。いつか貴族になりやがって、道歩いてるだけでマッパの女がコルカス様抱いてって寄ってくるんだ。それ怖くない？隊長どうです？俺が仕立てたシャツの具合は上々だ。着てねえみたいに動きやすい。お前器用だな。いい仕立て屋になれるぜ。隊長にそう言ってもらえるとものすごく自信がつきますよ。やるっきゃねえよな。ねえ聞いた？今日はミッドランドの王様も出陣するんだって。へえ、王様自らご出陣とは。ミッドランドもいよいよかね。でもそういう時こそ活躍の機会は多いってもんさ。それに鷹の段の名を売る好機でもある。王様の前で敵をぶっ飛ばせばいいんだろう。いつもと大して変わらんさ。そうだな。ガッツは分かりやすくていい。先人任せられるな。ああ任せとけ。お前は牽制だけでいい、あとは本体がやる。分かってるって。黒執事鉄槍重装騎兵団の猛威凄まじく、我が軍の被害甚大。このままではここ本陣も危険かと。おらんのか。ジューダーの黒い悪魔を倒す者は。出陣！ミッドランド国王の首は黒執事鉄槍重装騎兵団が取る。鉄槍重装騎兵団の猛威を天下に知らしめるのだ。なんたるざまだ。我が軍の将軍たちは何をしておるのだ。さ、大暴れさせてもらうぞ。
がいるなんて。鉄槍重装騎兵団相手に一気がけだと、よかろう、踏み潰してくれるわ。隊列を乱すな。敵はたかが一騎だぞ。追いつかないと、どやされちまう。切り込みたいらしいとこ、お見せしやすい。が戦場を動かす。行くぞ。切り込み隊に負けるんじゃないぞ。高野だ。
白い鷹グリフィスが率いる傭兵団、戦場の死神どもだ。中道が撤退していきます。バカな、傭兵団一つで戦局が逆転するなど。鷹の団これほどと。すごかったね、カッツ。さすが鷹の団の切り込み隊長。さあ、祝杯と参りましょう。お前らこそ悪かったな、俺一人で突っ走っちまって。ガッツ隊長、話がある。ちょっと顔を貸してくれないか、ガッツ隊長殿。お前どういうつもりだ。何が。とぼけるな。お前の任務は牽制だったはずだ。それを敵の真正面から一気がけだと。たまたまうまくいったからいいようなものの、貴様の勝手な行動が鷹の団全体を危険にさらすことだってありえるんだ。悪かったな、以後気をつける。いつもそうだ、そうやって口先だけ。そしてまた同じことを繰り返す。前と何も変わっちゃいない。お前はただ敵と剣を交えていればそれで満足なんだ。仲間のことなど少しも考えていない、ただの狂犬だ。もう一度、もう一度言ってみろ。二人ともその辺にしとけ。ガッツには俺からよく言っとく。グリフィスはあいつに甘すぎる。お前ら本当に仲悪いな。顔つき合わせて結構経つのに。考えてるさ、俺だって仲間のことは考えてる。もう昔の俺じゃない。思い出すな、戦場を渡り歩いていたお前を鷹の団に入団させることをかけた果たし合い。あの喧嘩は楽しかった。喧嘩っていうのはああいうのがいい。グリフィス、今日の戦すまなかったな。お前のそういうところも俺の策のうちさ。Thank you.
グリフィスが騎士の称号もらったんだって。連戦連勝、鷹の段の功績が認められたってことだな。称号だけじゃねえ、子爵になったんだ。これでしがない傭兵家業とはおさらばだぜ。そうだ、これからは正規軍となる。今までのようなそやな行動は許されんぞ。平民を貴族にするとは、傭兵など戦がなければ野党と変わりはせんのに。だが奴らの働きは侮れん。先の戦では先陣を任されたらしいぞ。